日谷シアムコーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はバルト海 NATO の海になる、スウェーデン加盟でロシア抑止に動くということで、1つ目スウェーデンの NATO 加盟確定、2つ目スウェーデンの軍事能力、3つ目バルト海の戦略的変化、4つ目 NATO 内の課題とウクライナ問題ということで、4つのテーマでお話をしていきます。これ今スウェーデンがですね、 NATO にもう加盟が確定したという話が、これも今日の日経新聞ですね、こちらの方に載っていたので、この話をしていきたいと思います。1つ目スウェーデンの NATO 加盟確定ということで、スウェーデンが北大西洋を条約機構、過去 NATO の32番目の加盟国になったことが確定と、ハンガリー議会の承認を最後に全加盟国の手続きが完了すると。でロシアのウクライナ侵攻を受けですね、この長年の軍事的中立政策を転換してですね、フィンランドとともに加盟を申請していたと。これにより NATO 加盟国によるバルト海の戦略的包囲が完成し、ロシアに対する抑止力が強化されるということで、スウェーデンが入ることによって、バルト海を囲む国はですね、みんな NATO 加盟国になったということで、今まで海の方にですね、ロシアが出てこれたんですが、ここにスウェーデンが入ることによって、ちょっともうそこに船が浮かんでればですね、四方八方から攻撃されてしまうような形に変わったのかなという感じです。2つ目スウェーデンの軍事能力ということで、スウェーデンは北欧の小国ながら強力な海空戦力を保有する軍事強国であると。特に潜水艦と戦闘機グリペンはバルト海でのロシア海軍の活動制限に大きな期待が寄せられていると。グリペンは NATO の戦闘機としての活躍も期待されていると。2018年に徴兵制を復活したということで、これ満18歳に達した、これ男女ですね、男女は全員最大1年間の兵役に服していると。で兵役満了後も50歳近くまでは予備役、予備の兵隊さんということですね、登録され、1万人が年間数十日の訓練を受けて即戦力として待機しているということで、結構大きな戦力を持っていると。で冷戦中は70万人の予備役を準備していたと。で2020年のこの人口が今スウェーデンですね、1010万人いるということで、日本の12分の1ぐらいと、東京都よりも人口少ないんですが、今兵役可能な男性です、男性人口が推定300万人以上いると。で有事の時は短期間のうちに100万人の軍務経験者を招集することも可能ということなので、日本で言ったら1200万人が兵隊として出てくるみたいな規模なので、非常に大きな戦力を持っていると。でこのスウェーデンは兵器の開発国っていうことで、潜水艦とか戦闘機、あと各種艦隊船ですね、あと対戦車火器などを自国軍で使用するとともに輸出とかもしているので、結構兵器の生産能力がある国だという感じです。3つ目、バルト海の戦略的変化っていうことで、このスウェーデンとフィンランドの NATO 加盟により、さっき言ったバルト海は NATO の加盟国によってほぼほぼ完全に取り囲まれた状態と。でロシアの戦略的要衝サンクトペテルブルグにとって重要なシーレーンですね、海のところの主導権をロシアはもう失いかねない状況になっていると。またカリーニングラードでのロシア軍の活動も、NATO の航空機部隊がですね、スウェーデンの基地を活用することによって制約を受ける可能性があるということで、これスウェーデンの基地を飛行機とかも使えるようになると非常にロシアに近くなるので、ここもかなり大きなところかなと。海も抑えて、あと飛行機の部隊も要は前に出てこれるってことは非常に強いことだと思うので、ここでロシアに対するプレッシャーをかなりかけれるのかなという感じです。4つ目 NATO の課題とウクライナ問題ということで、これトランプ前米大統領の再選がですね、 NATO 内の結束にひびを入れる懸念があると。スウェーデンの加盟をめぐる交渉停滞や加盟国間の意思決定の遅れによる危機感が指摘されていると。一方でウクライナの NATO 加盟に向けた議論が次の主要議題となりそうであると。
でウクライナとの一体感を保ちつつ戦時下の同国ですねウクライナを NATO に迎え入れることへの複雑性が課題になっているということです。まあこれ戦争してたら NATO に入れないので、まあ、一回戦争を終えてですね NATO にウクライナが入ってくるっていう可能性は十分にあるかなと。でこの間トランプ元大統領が言っていたのは防衛費ですね GDP の 2% 以上をお金を出さないともう NATO を全部アメリカが守らないみたいなことを言っていてかなりざわついたと思うんですが、まあ、私としては今回のスウェーデンの加盟とか、まあ、ウクライナも場合によっては NATO に加盟した方がヨーロッパ対ロシアの戦争とかって起きない可能性があるので、まあ、日本はなぜか欧米 NATO に入っているようで入っていないっていうところもまたミソなんですが、この世界戦争を止めるためにもう固まっていてどこか一国が攻撃されたら周りがみんな反撃するみたいにしておいた方が結局は平和なのかなというふうに私自身は思っています。そろそろまとめです。なのでこれスウェーデンが今 NATO に入ったと。で結構軍事力がある国ですと。で海を抑えたのと空軍の基地も前に持ってこれるとロシア側に持ってこれるっていうことが非常に私にとってはいいことだというふうに思ってます。あとこの今回ウクライナの話もこれから停戦した後にですね NATO に入るかどうかっていう話が当然出てくると思うんですけどこれウクライナを停戦させるのにウクライナが NATO に入るなら停戦しないって多分ロシアが言うと思うのでそうすると永遠に戦争が終わらないのかなという感じです。まあ今本当にお金の問題とか停戦するかしないかとか復興の話とかいろいろ出てきていて進んではいるんですがこの NATO が絡むとロシアは当然ナーバスになるしかないのでどういう結論になるのかなというふうには思ってます。本日の動画がためになった面白かったという人はぜひいいね高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですねご質問とかご感想いただければありがたいです。このチャンネルではアンティークコイン投資でお金を増やす守るっていうことからまあ今日みたいに経済支配者論陰謀論あと心理の話まで幅広くしてますのでぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コードがついていて私が発行している LINE に登録することができますのでぜひ登録していただければと思います。水曜と日曜日に個別相談というのをやってますのでコイン投資でお金を増やしたい人守りたい人は申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。